こんにちは、ラッチのサッチイタリア料理教室をやっております藤野幸子です。こちらではですね、シンプルで美味しい簡単にできるお料理お菓子パンをご紹介しております。今日はですね、いちごを使った美味しくて簡単にできるティラミスをご紹介していこうと思います。今日のね、ティラミスはね、本当にね、簡単にできるクリームなんですね。なのでね、普段のおやつですとか、あとはですね、ドルチェ、デザート、ね、お食事の後のデザートなんかにもすごくね、軽く美味しく召し上がっていただけるのではないかと思いますので、ぜひ作ってみてください。今日の配合は下の概要欄の方にね、貼っときますので、よかったらご覧ください。ちなみに私はラッテチルサチというイタリア料理教室をやっております。教室ね、オンラインレッスンとか、対面レッスンやっておりますので、ご興味ある方は LINE の方をね、下に貼っておきますので、よかったらぜひ登録してください。はい、それでは始めていきます。後ほどで、あっとこ。では材料の説明です。いちご、そして、グラニュー糖をね、使っていきます。お砂糖いろいろあるんですけどもね、グラニュー糖を使うとスッキリとした味わいになりますので、お菓子に入れてます。マスカルポーネ、生クリーム、そしてあればそしてお酒の好きな方はこのキルシュを入れるとちょっと香りが良くなります。そうしましたらこのね、いちごね、形の悪いのをまずね、取っていきます。です。そしたらこれです。このもやもやは下のところですね、取ってください。そして薄切りしていきます。だいたいそうですね、5ミリぐらいかな、3ミリから5ミリです。お砂糖を少々、このままね、少しね、置いときます。水を入れました。完成しました。はい、とってもね、簡単にできました。それではいただきたいと思います。いただきます。はい、クリームが柔らかくていいです。いちごと一緒にいただきます。まずは上のいちごです。美味しいです。それではね、ちょっとお酒で漬けた部分をね、いただきます。風味豊か、すごく美味しいですね。もしお酒ね、大丈夫、ね、大好きという方はぜひですね、キルシュにつけてみてください。もちろんね、お子様にはね、このお酒なしでもとても美味しく食べてもらえると思いますのでね、ぜひ作ってみてください。はい、
今日のチャンネル面白かったとみんなという方はですね、ぜひチャンネル登録そして高評価もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次のチャンネルでお待ちしてます。チャオプロスモ、バイバイ。